はい、山口敏太郎です。赤坂の豊川稲荷に行ってきました。稲荷寿司家元屋さんです。境内に家元屋さんというのがありまして、この稲荷寿司が自家製で非常に名物だということです。ジャニーズの某タレントさんも、おすすめメニューとして、この稲荷寿司をしてるみたいですね。ちょっとじゃあ開封してみましょう。割と厳重に入ってますね。なかなか、ちょっといきます。これ美味しいですね。甘くなく、かといって辛くもなく、ボリュームはあってさっぱりします。ナイス。非常に美味しい稲荷です。稲荷ですし、田舎のおばあちゃんちが食べてるような感じですね。おすすめです。